どうも、バンです。バン TV ラジコン飛行機実作機の2号機の滑空テストをね、いよいよやってみようと思います。まだメカは全然ね、搭載しません。バランスウェイトを搭載して、で、実際にね、滑空できるのかどうかというのをやっていきます。バランスウェイトはグルースティックを、使おうと思います。ちょっとテープで巻いて、で、固定して、で、重心取ってというようなことをね、まずやって、で、裏の浜の芝生の上でね、まあ、紙飛行機のようにこうやって飛ばしてみようというふうに思います。ちょっと、じゃあ、このスティックの、搭載だけやります。スティックは、これ何グラムやろな、これね。多分3本ぐらいでいい感じになろうかと思うんですけどね。お、ちょうど1本20グラムときたもんだ。ということで、3本で60グラム?ん?なんだこれは?精度が出てないのか?それともグルースティックにばらつきがあるのか?ああ、グルースティックにどうやらばらつきがあるみたいですね。なるほど。まあ、それはさておき、まあ、だいたい60グラムぐらいですか。で、メカ部分ね、当初50グラムを想定してたんですけど、サーボの搭載を、考慮してなくてですね、サーボも含めると、プラス十数グラムいくんで、まあ、60グラムってとこですかね。まあ、3本ぐらいかな。まあとりあえずこれで、バランスウェイトを搭載していきます。こんなんでね、滑空テストを行ってみたいと思います。重心のね、調整は、これで若干上下、前後できるんで、これでね、とりあえず滑空テスト、手投げのテストをね、やってみようと思います。さあ、果たして飛ぶのかどうか。あ、そうそう、一つだけね、ちょっと手を加えておこうと思います。垂直尾翼のここの部分ですね。ここにちょっとね、R をつけようと思います。なぜかって言ったらですね、水平尾翼にも R をつけましたね。なので、ここにも R をつけないと美しくないですよね。とりあえずこれだけやります。はい、もう簡単ですね。こんな感じです。それではいよいよ本当に滑空テスト、レッツゴー。はい、どうもです。さらにもう一点、機体重量を測っておきます。トータルで 137g です。それでほんまに行ってきます。はい、どうもです。ちょっと風が強いんですけどね。まあ、やってみましょう。やってみないことにはわからない。では。まずは重心を、上の翼の前から 5.5 センチのところです。それでやってみます。あのね、いきなりですけどバッチリちゃうこれ。もう一回やってみます。はいはい、もう一発成功、もうこれでええわ。もう一回試しにやってみます。ちょっと左に行く感じがしますね。風向きかもしれないですけどね。ちょっとちょうど風上に向かってもう一度やってみます。はい、もうバッチリです。こんなにうまくいくと思いませんでした。はい、もう決まりです。
上翼の先端部から 5.5 センチが重心です。バランスウェイトはこれの重さ、グルースティックの重さで決まりですね。持って帰って、組み立ては続行したいと思いますけども、まあうまくいってよかった。ではでは。